アッシュレディオ。おはようございます。おはようございます。今日も始めていきたいと思います。いきましょう。ビーツデーがほういろんなチームに分かれました。ほう、ついについにごちゃ混ぜのごちゃ混ぜグループビーツデーになりました。美しい。めっちゃ楽しみですね。みんな仲いいってすごくいいよね。いや本当に。え、しかも最近の新人がすごいですね。でよでよ。なんだろう。なんかなんだろうな。往年のザビーツマンみたいなのが入ってきました、ね。ああ、素晴らしい、うん。なんかそれがやっぱ歴史と文化と成長みたいなところあるよね。うんうんうん。でなんかすごい楽しそうに研修してて楽しそうにっていうかまあなんか生き生きしててでビーツのことが好きだっていうのがすごい伝わっていく。すごいね。僕が研修受けてて素晴らしい。僕この間六ローテで今新人が2人いるんで、うん、3ローテしてで5分休憩取ってまた3ローテするっていう。すごいね。はい。もう爆睡しましたね。うわーいいね。うわー、ちょっといい話をしていい？はい。まあビーツはビーツですごいよね。うん。僕がちょっと今の話を聞いて言いたかったのは、はい。この間メディテーションの講義を受けてきたの。メディテーション？メディテーションって要は瞑想？おお、はいはいはい。で、すごく良かった話とすごく良くなかった話があって、はいはい。どっちから聞きたい？まあ、良くなかった方。すごく良くなかったのは、はい、でもオンラインセミナーみたいなやつで、はいはい、6人ぐらい話聞いてるのかな、うん、で、おっちゃんが喋ってるわけよ、はい、で、このおっちゃんが、まあ、これしょうがないんだけど、うん、グループセミナーみたいな感じだから、はい、おっちゃんが僕たちのことをめっちゃバカだと思って話してるわけよ。おお、なるほど。なんだろうな、僕はもう、なんだろう、例えば YouTube とかでさえ倍速で見たいし、はいはい、もう要点だけでいいわけ、はいはいはい、でも100倍速再生、うん、速度とかぐらいでいいんだけど、はい、もうすごい前段から、うん、うじ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 話すわけ。なるほど。それは嫌です。これなんかすごい価値を下げちゃう営業だなと思いながら。なるほど。ちょっとなんか残念だったなってのが一つ、はい、で、良かったのは、うん、何の話だっけ。瞑想。僕がエナジストでしょ。6ローテやってしてる、ね、あ、で、そう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 。で、でその瞑想ってのは要は何かっていうと、うん、要は自分の潜在意識ってのは 5% で、はいはい、潜在意識ってのは 95% ですよと、うん、で合わせて 100% ですよと。で、人間は一生涯で自分の脳みその 3% ぐらいしか使えてませんよ。なるほど。97% 使えずに終わってるんですよ。そこを可能性を広げませんかっていうちょっと怪しい感じの、うんなんか、うわこんな感じねっていう感じのセミナーだった、はいはい、で、僕もなぜかそれなんか人に紹介されてそのセミナーに参加して、はい、6人ぐらいの少人数なんですね。で、おっさんが喋ってるわけ。ただその2時間ぐらいのセッションで、うん、3回ぐらいいいこと言ってた、おっちゃんが。ほう。で、その中の一つを抜粋すると、悩んでる人がいますと、はい、で、悩んでる人がいるときにとある千人みたいな人はこう聞くんですと。はい。あなたは何が不満なんですか。ほう。僕は結構そう言われてドキッとして。はい。なんか悩んでるってことは何か不満があるわけだ。そうですね。で、それ何が不満なんですかって多分みんなが聞かれたら多分みんななんか私は多分あるわけでしょ、悩んでる人は。そうですね。で、なんで不満だと思う。え、アシナさんが。うん。人は。人は。なんで。これがもう今回のこの2時間の話を一言でまとめると、これ人はなぜ不満か。足りてない。そう、もっとこうしたいとか、うん、いろんな欲求とかあるわけじゃん、うん、でも欲求が何ですかっていう聞き方じゃないわけよ。うん、なんで不満なんですか。なるほどね。おもむろに、はいはいはい。なんで不満なんですかって言われたら別にってなっちゃいますね。これなんで人は不満を感じるかっていうと、はい、
満足を知ってるから不満を感じるんだ。あー、はいはいはい。つまり人間は満足を知ってしまうと、うん、相対的に現状が不満である。なるほど。っていう状態になってしまうと。あおっちゃん史上、僕が70分ぐらい待って初めてですよ、おっちゃんが。なるほどね。じゃあ、はい、人間が満足であったっていうのは、いつの経験のことを人は言うかっていう。一番幸せの時じゃないですか。そう、それがいつなのかっていう、不安や不満がない状態。いつだろう。ないんじゃないですか。これがあの胎児の時なんて生まれてない時。生まれてない時。確かに。生まれてない時っていうのが、うん、人間は最も不安や不満がないっていう。なるほど。あの時が一番幸せなんて。うんうん。で生まれた瞬間から目が見えねえとか、なんかなるほど、ね、あなんか話が分かんねえとか、はいはい、なんかそういう話になって、あのなるほど、ね、もう生まれた瞬間から不幸なんて。ああ、なるほどね。すごい。これめっちゃ深くない？はい。そうか。どんどんじゃあもう溜まっていくって一方ですよ。そう、だから人間はもう不満の状態で生まれるわけ。おで、それは相対的に胎児の中が不満が全くないっていう状態を知ってるからこそ。なるほど。もう あれを経験した赤ん坊も全員、はい、そもそも不満の塊として。なるほど。あれが幸せだっていうことを知ってる状態で生まれた。はいはいはい。だから不満がある人っていうのは、要はその安心が欲しい、うん、安全が欲しい、うん、っていうことなわけよ。なるほど。人のそういうことか。で、そのメディテーション、瞑想っていうのは、うん、その状態に戻りましょうっていうことなんで、原理原則として。はいはい。ああ、なるほどね。胎児のとこに戻りましょう。そう。へえ。で、なんで僕がその牧野の話を聞いて思ったかっていうと、はい。で、そのアルファ波が出てる状態っていうのが、うん、人間は最も安らぎを感じるのって。ほう。それが胎児の中にいるその赤ん坊の脳内とものすごく近いと。はいはい。で、人間起きてる時が、ベータ波ってのが出てるなんて。はいはい。で、めっちゃ眠ってる時は、眠りが深い時はデルタ波が出てて、で、シータかな、うん、シータ波っていうのが、その、起きる、眠りが浅くなるとシータみたいになるんだ、うん、じゃあ、アルファ波って何かっていうと、うん、朝、パッて目が覚めて、うん、二度寝したいなぐらいの時の数十秒間の状態なんて。それがアルファ。あれがアルファ波の状態なの。ほう。あとはだからその起きた直後の状態と、あとは眠りに落ちる直前の状態のあの気持ちよさ、うん、なるほど。あれが意図的に作り出すことができたらメディテーションが成功したと言える。なるほど。できる？できたとしたらどう？いや最高です。最高ですよね。はい。で、多分そのおっちゃんが言いたかったのはそういうことなんじゃないかなっていう。なるほど。おっちゃんそれなんか自分で言いたから原稿ができてなかった。なるほどね。要はそういうことだ。なるほど。確かにもう死んだように眠りましたもんね。そう、あのうわー寝るっていうあの瞬間。はいはいはい。多分数十秒しかないんだって。ああ、いやでもほぼ覚えてないですもん、もはや。その状態にパーンと持ってくると一気にリラックス状態がパーンと訪れる。へえ。あれを意図的に作り出すってすごくない？それを瞑想でできるんですか？そう。え？でアルファ波を出す。どう？コントロールして。え、もう瞑想するだけでいいんですか？そう。だから僕もちょっとその技術をちょっと体得しておこうかなと思って。へえ。僕座禅は行ったことありますよ。ああ。煩悩をもう。全部払う。そうだね。座禅はどちらかというとその全く問題がないのにはたかれることによっていや邪念があったかもしれないっていう確かに。そういう自分を見つめるっていうトレーニングじゃね。そうそうそう。じゃなくてその脳科学なんだよ。あ、そんなことできるんだ。確かになんかあの朝起きてすぐの状態でなんかいいよねっていう。うん、確かに気持ちいい。でもなんかうわもう一回二度寝したいなと思って目をつぶるんだけど、うん、あのうまい二度寝ができたことってあんまないよ。え、マジっすか。うん。そこでまずパチン寝れる。パチン寝れます。マジだったら起きなくない、はい、
トイレとか行っちゃったら終わりですよ、そのタイミングで、あの瞑想状態で。ああなるほどね、もうリセットでちゃう、はい、起きちゃいます。そうだね、うん、でもそのまま寝るしかないです、携帯も見ずに。そう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 、その一番最もふわふわした状態。なるほど。にそのプロフェッショナルレベルになるともう仕事中の15分とか20分の間ぐらいにパーンって一気にそれでリラックスして帰ってくる。ああなるほど、最高の休養ですね。そう、本当かどうか知らんけど今日はこんなところで、ありがとうございました。